そう、前もあったんだよ、氷風呂してる時、アルバムの。今もう一回始めたんですけど、行くかな。あ、行った、すいませんごめんなさい、皆さんごめんなさい。いや、最近設定の方でそのアプリの使用制限みたいなのかけてて、インスタを40分に設定してるんですね。だその40分以上見ると自然とアプリが使えなくなるんですよ。制限がかかりましたって言ってロックがかかるんですよ。だからロックがないとなんか永遠に見れちゃうじゃないですか。例えばずっとスクロールしたりとかショート動画とかをずっと見ちゃうから、なんか時間もったいねえなと思って、もう最近40分に設定してて、だからこういうインスタライブとかやってるとすぐ時間を食っちゃって落ちちゃうんです。この前のなんかどこだっけ、大阪でのツアーの氷風呂してる時にもインスタライブ僕やって、その時も落ちたんですよねだからあれっすよ、ツイッターとインスタが40分で、YouTube が1時間半で、TikTok に関しては5分に設定します。TikTok ってマジで無限で見えちゃうじゃないですか。だから寝る前とかベッドで TikTok とかもう触っちゃった分にはもう終わりだっていう日々が続いたんで、もう TikTok はもう強制的に5分でブンってもうやって、でブンってなったらもう寝ようっていう風に、ちょっと最近してるんです。でもそしたらちょっと、こういう本業にも影響が出てしまってごめんなさい。そう、なんかね、そうマジで TikTok 見出したら止まんないんだよな。あと最近は YouTube のショート動画、あのショート動画はね、永遠に見えちゃいますよね。そう、難しいもんだよね。サンキュー、ショーゴだよのやつ書いた、あ、そう書いた、で書いた瞬間に落ちたんで、ちょっともう一枚書きます。そうだよ、でもサインも一番最初に作ってたサインに比べるとだいぶ変わったな。一番最初のサインと原型はあるけど、ちょっとだいぶ変わったもんな。それ欲しいからショゴタムのも買おうかしら。あ、リクさんファンの方かな、ありがとうございます、無理なさらずふふ一番最初のサインはね、まあもうだいぶ前だからもう言っていいと思うけど、某ストリートブランドのフフーヒーっていうやつのを真似たんすよ。だから今もフフーヒーのあのちょっと原型あるんですよ。あの S の感じとかこの ST なんちゃらなんちゃらみたいなあるじゃないですか。そうそうそう、ショウゴだからさ、その S から始まってなんかかっこいいなんかブランドないかなーってので、フフーヒー。フフーヒーをちょっと、最初はね、最初だけっすよ。こうちょっと参考にさせていただきました。でももう今はもう全然、フフーヒーの原型ないでしょ言いたいだけ。
ちょっとみんなも言ってごらん。ふふーひー。ちょっとハマるんで。スヌーピーじゃないよ。ふふーひーで。そう、絶対この視聴者さんの中で何人かは絶対今、ふふーひーの口をやってると思う。ふふーひー。ほら、ちゃんと声に出しましたっていう人もほら、いるでしょ？絶対そうなんだよ。ふふふひ。プーさんみたい。今、そう、まあいいか。一枚一枚。これはありがとうございます、バージョン。あ、びっくりした。これ横になっちゃった。ふふーひー書こうって。いや、でも書いてもいいんすけど、このノリで書いちゃうと、このインスタライブ見てる方はね、届いたら、ああ、あれだってなると思うんですけど、見てなくて、その、シンプルに届いたのに僕のサインにふふーひーって書いてたら、で、ありがたいことにやっぱ、ね、書く側としてもその、お家に飾ってほしいわけじゃないですか。で、できれば、一生とはおこがましくて言えないですけど、ね、こう手元に大切に保管してていただきたいんで、それにふふーひーって書いてたら、もしその人がお子さんとかできてまだそれを飾っててくださってるんだとしたら、ママふふーひーって何って説明ができないでしょ。だからちゃんとこうありがとうとかだったら、そうずっと飾ってられるじゃないですか。こんな夫婦費を引っ張ることでもないんだけどな。あれ、ソメイさんサインくれってそんないつでも飯行かなきゃっすね、ぼちぼち。あれ、ありがとうのサインってあるに難しいにいいですよね。ちょっと漢字バージョンも書いてこう。ありがとう。うわ、なんかちょっとかっこいい。え、皆さんもちょっとサインとかって考えたりしてるんですか？え、俺だって、でもその芸能人ってその自分で言うのもあれだけど、その普通に中学生とか、普通の学生時代の時からも考えてましたよ。サイン書くんだったらないんかなみたいな。絶対でも、その、考えたりしない？しないか。え、マジで？結構、考えてたんだよな。授業中とか考えないですか？学校の時めっちゃ授業中にサイン書いて考えてたな。意外とこの自分のこの癖のある字かっけえと思っちゃってんだよな。この前、その雑誌のやつでお手紙を書かせていただいたんですけど、その三浦しおんさん宛てに。
あれの時とかちょっと自分の陣に酔ってましたもん。我ながらちょっとかっけえと思っちゃってた。決してうまいわけじゃないんです。うまいわけじゃないんですけど、達筆ぶってるだけの。卒業アルバムのために考えたサイン。へえ。そっか、もうす。でもわかるかもな。みんな、あーでもランペも結構字特徴ある人多いかもしれないな。まあたっくんはずば抜けてうまいでしょ。でりくさんもうまいんだよな字。あとうまい人誰だろう。で海星はめちゃくちゃギャル文字なの。海星と健太さん結構ギャル文字っていうか丸いんだよね。海星のマジで丸いんだよ。あ、北ちゃんも確かにうまいな。確かに北ちゃんもうまい。でなんかこの前海星とも話したんだよ。なんか字うまいのっていいっすよねって話してて、そのもし自分がその子供とか生まれた時にそのなんか書類とか書く時に丸文字だったら恥ずくないっすかみたいななんか話をされて、あーってなって、確かに世の中のお父さんのイメージなんかかっこいい字を書いてる、勝手な偏見ですけど、まあ、ドラマとか映画の多分蓄積なんだろうけどあって、確かにと思って。俺もちょっとなんか習い事今一つできるんだったら習字っすね。習字っていうかその字のやつ。OK。 じゃいつも終わりは突然に来ます。じゃあまたやります。今日のノルマが、ノルマというか自分で決めてた分が終わったので、じゃあ皆さん夜ご飯何食べ、いや夜ご飯もう食べたんですよ。今日ちょっと食いすぎたな。ざるそばとカツ丼とお味噌汁と野菜か。結構パンパン。じゃあ皆さんも今日一日お疲れ様でした。また、インスタライブもしますし、来週になるのかな。そうだ、来週か。またツアーもね再開します。アルバムも引き続き、今日はあの16プレイの方、白のランペのアーシャが解禁にもなりました。この後、白のアーシャの方インスタとかにも、アップしますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。他のメンバーも続々と解禁されてますし、これからもアルバムの情報もたくさん出てくると思いますので、皆さんぜひチェックお願いします。ありがとうございました。